こんにちは、ヤングサンデーです。今日はですね、漫画の描き方なんですけど、面白い漫画って何かっていう時に必ず言われるのがアイデアがいいっていうやつなんですよね。で、手塚先生曰くほぼアイデアで面白さ決まっちゃうんだと。漫画の面白さはアイデアで決まると。で、じゃあアイデアって何なのかっていうね、話になるんですけど、たくさんあるんですけど、その中に関係性っていうのがあってですね、近年この関係性っていうのは結構大事だよなっていうふうに言われておるわけですよ。で、例えばね、昔僕の担当してた編集者は高橋留美子さんの担当してたんですけど、高橋留美子さんとね、打ち合わせしてるとね、必ずキャラクターにね、ちょっとした関係性のある別のキャラクターがついてくる。その辺のバランス感覚とね、非常にいいんですよねっていう、そのキャラクターがね、こう付随するキャラクターが、バディになるキャラクターが、ライバルになるキャラクターがいるおかげで話が回っていき、この先どうなっちゃうんだろうなっていうね、いわゆる、離脱率が下がるわけですよね。もういいやってなんないんですよ。この二人どうなっちゃうんだろうなってなるっていう。これが例えば、序盤からね、うるせえやつらの時から面倒って人が現れると、で、当たるのライバルになるというのとか、そのラムちゃんには、テンちゃんっていう謎の弟のような、存在がついてくるとか、犬夜叉になると、カゴメっていう女子高生と犬夜叉っていうその化け物ですよね、いわゆる化け物のようなやつとの関係性みたいなものが、こう常にこう関係性の中で語られるってことがたくさんこう出てくるわけなんですけど、最近だと鬼滅の刃ってあるじゃないですか。鬼滅の刃の禰豆子っていうのは、あれいわゆるヴァンパイアものですよね。ヴァンパイアもののベースなんですよ。つまりヴァンパイアにされてしまった人なんですよね。だからつまりそれが鬼に変換されてるんですけど、で、鬼に変わっちゃう妹と、鬼を憎んでいる兄っていうものの関係性で作ってるんで、非常にただのヴァンパイアものからバージョンアップして、新たなる設定と新たなる関係性みたいなのを作ってくる。非常にそれが強いんですよね、そういうアイディアってね。そんなアイディアってじゃあどうやって作ったらいいのかっていうのが今日の、話です。シェイクスピアからね、遡って、最近のね、早々のフリーレンまで、いろんな人たちが作ってきたアイディアっていうものを、その分類して、紹介しながら、どういうふうに作っていったら面白くて離脱率の低い漫画が作れるのかっていうところは、漫画描かない人も多分面白いと思いますので、お楽しみください。山田玲司のヤングサンデースタート。外本とがごちゃ混ぜになる、嘆いてるだけじゃかっこ悪いけど、どうしようかな、テレビとかもつけなくなって、ギターなんかつまびたりして、このまま思考停止になるのはちょっとやばい。
ヤングサンデーイエスということで、毎度おなじみご機嫌のもぎ、毎度レイジのヤングサンデーの時間でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はなんと、はい、Cバージン久しぶりだね。どんぐらいぶりなんだろう。いや本当に久しぶりですね。なんかなんやかんやで2年そんなに経ってるか。わかんないけど経ってるかもしれん。なんかシーバージンがね、一番好きって言ってくれる人がいるんで。あらあらあら。学校も終わったんでね、はいはい、ちょっと久しぶりやろうかなと思ったんですよね。はいはい。そうです。私先週、はい、あのモンゴルの方に、はい、あそうでしたね、別班なんで行ってたんですけど、はい、絶対レイさんには通じない、はい、お前も通じないわ。ダメだ、誰も通じない。何言ってんのかわからない。基本的にしてるで。基本的に通じないんで。通じない。そうそう。何言ってた。バルカ国へ、バルカ共和国へ。あ、そういうやつ見てんのね。なんか、ま、あのジャンプ？いや、別班なんで。別班ってなんの？うん、よし。おい、お前、教えてくれよ。ひどいな。教えてくれよ。離脱率の犯人だよ、これ。ねえ、うん、別班ってなんなん？別班やったら知ってるよ。お前は別府が好きやっていうのを聞いてたから。別班の説明してくれよ。スピーチとスカートは？それは、あ、言ったらあかんやつじゃなかったっけ。最悪だよ、これ。言ったらあかんやつじゃなかったっけ。いやしなぁ。うん、久しぶりですよ。まあでもこんな風にね、我々のこういう関係性がドラマをこうやってね、9年間も作ってきたわけで、繋げていいこと言ったかん。ムカつく。ほんまやね。今日はまああのでもレイさんあれですよね、漫画アカデミーでずっと教えられたわけじゃないですか。そう、もうだから今までのシーバージンとちょっと違う何かみたいな感じなんですよ。いや、この間の早々のフリーレン見てた時に、フリーレン、はい、このさ、作ったさ、作者はさ、女性か男性かみたいな話してたじゃん。うん、であの時にあの関係性の書き方ですごく女性っぽいなって思ったって話してるでしょ。ああ、はいはいはい、うん、で、ああそうだよなと思って、うんうん、関係性萌えって言葉もあるじゃん。関係性萌えですね。うん、で関係、そうですね、で関係性萌えってすごく重要なのに、うんうん、俺そのことについてほとんど喋ってきてないなと思って、うんうん、あちょっとやろうかなで、授業も終わっちゃったし、うんうん、あのシーバージンやろうかなって思ったっていうことですね。でこれであの、まあ、これで見ての通り関係性が面白いとずっと見ちゃうってあるじゃん。まあそうですね、うん、こいつらどうなんのってんでずっと見ちゃうって話で、大体一人の主人公がずっと、うん、特にライバルとか、うん、あの相棒とかが出てくるわけでもなく進行する話なんかなくないですか。今日だからその話しますよ。だから一人で始まった物語が関係性を作っていくってことによって、うん、ドラマ目が離せなくなるっていうのが人生ですからね、うんうん、かドラマでもあるわけで、それのちょっと作り方が分かったら、はい、漫画どうしたらいいんすかみたいな状態からちょっと解放されるんじゃないかなと思って、はいはい、ちょっとこう今回ちょっとメソッドあるぞっていうさ。メソッドあるんですか。あんまり、うん、そうあるんだよ。メソッドっていうのかな。あるんだよ。男2人なのか、うん、女2人なのか、うん、全然違うでしょ。で、うん、それのバリエーションがむちゃくちゃいろんなパターンがあって、まあまあね、でそれをちょっとでも知っとくと、うん、一回ちょっとこのパターンでやってみっかなみたいなことで漫画描けちゃうんだよね。へー。だったらちょっとじゃあざっくりとその辺の話しようかなと思って、うん、お願いします。やりましょう。はい。なわけでまずは関係性にこだわっていくってことに関する利点があるんだけど、うん、もうね漫画描くときに、うん、まあ、なんか関係性を作るってところに集中すると、うん、まず一個の問題解決しちゃうの、はい、何かっつうとキャラ動くの。おブラックジャック単体だと動かないことが、うん、ピノコが入ることによってブラックジャックの違う側面が出てくるわけで、うん、はいはいはい、動くんだよ、うん、でピノコはこれトラブルメーカーでしょ、うん、だから ピノコがいなくなった、ピノコが火事を起こしたとか、うん、そういうことでよって物語っていうのが動くし、うんうん、っていうことで、まあ、両方がね、あっち行ったりこっち行ったり、そう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 、ね、ピノコの方もそうです。だからブラックジャックいなかったらピノコは全然違う存在なわけ。だから2人いることに関係性があることによってキャラクターが勝手に動き出すっていうのが、この勝手に動く関係性を作れるかどうかっていうのが、まあ、最初の、まあそのパ、まあ、ハードルっていうか、まあ、そこからスタートできるよ。逆に言うと一人のキャラクターをずっと突き詰めて考えていっても動かないってことを言ってるんですか。あのね、例えばトラさんとか、うん、あるんだよ、一人から始まる物語だけど、あれってどこか別の関係性を作っていくっていう物語、まあ、結果的にはね、そのパターンされてみたいな、そうそのパターンの作り方もこの後は説明しますね。はい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 。で、まあ、あと有名なのだとワトソンくん、はいはい、シャーロック、はい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 、いいよねこれはね、いいよね。だからこれ、うん、そのシャーロックは特にこのドラマシリーズのベネディクト・カンバーバッチがやったシャーロックっていうのはかなりその、
変人に寄ってますよね。でももともとこのシャーロックホームズ自体がもう変人、だいぶ来てますからね。まあもう擦られすぎてますよね、このワトソンと。なんでこれがこんなに人気なのかっつったら、うん、ワトソンがいるからでしょ。そうですね、うん、そうです、うん、でワトソンが世話役だしツッコミだし、だ漫才ですよ、ね、そうだ、ボケとツッコミだ、この最強の関係性が、うん、あるからこそこれヒットしてんだと思う。はいはいはい、未だにこう、まあ、ずっと語られるっていうか、しかもこれ、うん、女性が好きなやつね。女性が好きなやつ、女の人好きだよねこれね。そうだよね、こうさんも言ってますよ。 なぜ、はいはいはい、イギリス紳士とみたいなところがあって、それもそうだし、はい、ルックもそうでしょ。めちゃくちゃ能力のあるけどちょっとサイコパス入ってるやつ、クールなやつ、それに対してちょっと女性的な感性で彼の世話をする男っていう、はいはい、これ邪魔な女は入ってこないおばさんしかいない、うん、もう本当に女性が見やすい。なんだっけ、レモンさんだっけ、だっけ、その下宿のおばさんみたいな人いるじゃん。なんだっけな、いや覚えてない、ママレードさんだっけ、なんだっけ、だっけ、まあ、いますよね。そういうか、そういう人しか、はい、え、誰だっけ、え、エレン・アドラン、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな良すぎてわからへん。ナイスフォローですけど、そうですよ、そういうこと、そういうこと。セミちゃん爆笑してるやん。シャーロックに近いところ。ジョンと助けてもらいたいです。はい、はい、はい。ありがとう。はい、コウさんナイスアシストですね。はい、はい。そのシャーロックが奥野さん。はい。あなたの大好きなやめたシャラック君になりますよね。よ、俺相棒出すんかと思った、相棒出すんかと思って焦った、よかったこっちで、うん、あれもうポアロの方出すか、はい、長くなるわ、ごめん、レイさん信じきれへんくてごめん、まあ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 、いやいやいや、これだってまさにさ、ワトソンさんがさ、ワトさんになってるからね。シャラック君ですね。でシャラック君になってますけど、うん、ここもめちゃくちゃ関係性ですよね。まあね、だから本当に何て言うの、世話役の母親みたいなのをまんまその女子中学生にやらせてますよね、うん、それで、でまあ絆創膏を剥がすと天才とかやばいやつになるっていう意味で、そう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 、ものすごくシャーロックの、まあそのフォーマットを使って作ってるのが三つ目が通る、うん、これがだから三つ目族の生き残りで絆創膏を剥がすと本領発揮してしまうっていうアイデアだけでも最高だし、うん、あとその世界中のオカルトの旅をするじゃないですか、うん、っていうアイデアも最高なんだけど、うん、この2人を使ったっていうのがやっぱりなんといってもこう素晴らしい。久手さん何かありますか。いやー、俺これ子供の時読みたかったなと思ってその考えに浸ってただけです。僕もう26、あ、もう30ぐらいで読んだんで、はいはい、むちゃくちゃおもろいなオカルトの話。こうやって一緒にお風呂入ってくれますからね。それもね、そうですわね、ラストシーンがそうですから、ね、でもこの2人の関係性の面白いのが、うん、そのシャラクが絆創膏を剥がすと、うん、まあ、いわゆるその亭主関白っていうかさ、うん、そのマッチョになるじゃん。めちゃくちゃマッチョになるんですよね。でこの絆創膏ありバージョンの子供のシャラクだと母なんですよ。そう、赤ちゃん、そう、母のワトさんなんだけど、そう、その絆創膏を剥がした時 に女のワトさんになるんだよね。 そうそう、そのね、あのなんか同じ作品の中で一つの女性キャラクターが両側を見せてくれるってい うなんてワトさんっていい女なの。だから人間ってそういうもんだよね。だからミラーリングっていうか相手の対応が違うと違う人間になるっていうこと、それが非常に参考になるというか、うん、よくまあさ、あの債権者に追われたさ、そこまでの事情は俺も知らずに読んでますけど、倒産してさ、地獄の時期にさ、こんな冴えたアイディア、ブラックジャックと同時にさ、週刊連載してた。同時だったっけ。同時だよ。あったおかやん、すごすぎるやん。いや、ほんとすごい。ブッダも書いてるからね、この時に。だからほんとむちゃくちゃですよ。手塚治虫の70年代の手塚治虫すごいよね。どうなっちゃってるの。その前、いや、復活期だね。あ、復活期、復活編、手塚治虫復活編で三つ目が通る出てきますよね、うん、あと、まあ、この2人の関係性にもちょっと近いんだけど、まあ、さっき漫才って言ってましたけど、ボケとツッコミっていうのがあって、はいはいはい、これドラゴンボールなんかまさに最初はボケとツッコミの関係ですよね、うん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 、この2人ね、うん、だからずっとこの悟空ってずっとボケてんだよね。ボケてます、まあ、ボケてるっていうか、まあ、何も知らんというか何も知らないの、その人間見たらも初めてだっていう、まあ、結果役割としてはボケですよね。でそこに最初のツッコミとしてブルマが現れる、ブルマね、そうで、これがいろんな人がこのブルマのツッコミ役のところに入ってくるというパターン、はい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 、で悟空自体はイノセントのままずっと行くっていうことでなってくっていうのが、うんうん、まあ、このドラゴンボールだからテンポが良くなるわけだよね。あ、会話のテンポがいいってことはどんどんそのリズム感が出て、そうそうそう、だただ亀仙人が相手になった時に両方ボケになるっていうね。あ、なるほどなるほど。そうするとクリリンがツッコミ入るとか、はいはいはい、誰かしらがツッコミ、この辺のバランス感覚っていうのも関係性作るのも鳥山さん実はうまいっていうね、うんうんうん、あるんですよね、はいはい、それと、じゃあちょっともう一つ、
まあ離脱防止もう最近さ動画とかでどういうこと離脱防止離脱率ってあるんだってね、うん、だからドラマとか見てるじゃん、うん、どこで離れるかってそうするとどこまで見たあいわゆるなんか1話切りとか3話切りとかそういうやつ全データが全部上がってくるから怖いよ怖いよだから映画なんかも序盤の5分で離れたか、うん、もしくは30分まで頑張ったとかはい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 まあもちろんこの番組もそうですよだからその冒頭のね俺のねあのお前が離脱されるいやいよいよ秋も深まってまいりましたなみたいなことがあるともすぐみんな言われてあ本題行かないんだもういいやってなるってでもさ関係性があるとこの2人どうなっちゃうんだってなるんで、はいはい、その関係性に魅力があればあるほど離脱率が減ると、うん、もう目が離せなくなるっていうさだからたくさんの複雑な関係性を作っていくことによって、うん、強固なまあ、物語にしていくっていうのが最近のトレンドですよね。だこの間この2人の話でまたおっさんたちが盛り上がってました。この絵出した時の森川ジョージと島本さんの2人のただ見ちゃうっていう絵をいいよねって言って絵画作品を鑑賞するみたいに見てましたけど、うん、何がいいってこの2人の関係性でしょ。まあね。でこの関係性を裏打ちする、キャラクターがいますよね。それが女なんですよね、うん、女とだから一方では庶民代表として、うん、のりちゃんと、うん、ま、男兵がいてね。でまあ涙橋、うん、つまり こちらがもうあれですね、いわゆる貧困層の、うん、プロレタリア代表としての、うん、復活劇ジョーンと、うん、そしてもともとそっち側の人間だったのにブルジュアと組んでしまう力士、うんうん、そして、まあ、ブルジュア側なんだけどこの人意外と純粋なんじゃないのっていう、うん、女性がまあ登場することによって、うん、って陽子が出てくることによってこの二人の関係性がまあより分かりやすくなってって、うん、どっちがどうなるのみたいなことになっていくっつってまあいい引きでしたね。実この関係性もやっぱ断平ですよね。このジャン断平ね。うん、なんかこの二人のその師弟関係もそうだし、なんか本当に濃密に少ない実は少ないその世界というかそう中でものすごい濃密にこの絡み合ってるのが明日の城とか千葉先生の作品ですよ。うん。そうすごいと。だからそのジョーは力士と会うことによって生きる理由を見つけるのね、うん。こいつを倒さないと。ダメなんだってことだけで彼は生きるってことで、うん、こいつ命救われてんだよね、うんうん、でその命救われた人間の命をってことの展開になってくるから、はいはい、まあ目が離せないよね。まあそうですね。どうなっちゃうんだっていうことになっていくっていうんで、うん、日本中が熱狂したと、うん、っていうのとあとね分かりやすいやつで奥野さんもうだいぶ分かりやすいですけどそうだよ、うん、分かりやすいやつガンガンいきます、うん、お願いします。最高検証していきましょう。あ来た。まあこれでしょうな。関係性といえば牛と虎でしょう。もうこれはそうでしょう。うん、もうだから何も言うことないです。言うことないじゃなくて説明してもらっていいですか小倉さん。どういう関係性ですかこの二人は。どういう関係性、ね、まあ、バディに結局なるんだけど最初はね。そう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 、うん、牛と虎っていう二人のまあそのなんていうかな、まあ、妖怪と、うん、主人公がいて、うん、これがその食べるぞっていう関係からだんだんその支配していくっていうか支配じゃないな、これなんて言えばいいんだろう、封印を解かれた魔物と それを封じる男の子の話、槍を持ってて、そんでまあなんていうのかな、そのだんだんだん仲良くなって、でバディとしてやがてバディになって、そうそうそう、白面という戦うっていうさらなもう一つの大きなものに向き合っていくっていうことなんで、でもまあこのパターンが犬夜叉につながっていくんですけど、まあ封印を解かれてやばいやつになっている、でめちゃめちゃやばくてだけど頼もしいっていう、でこの二人の相反する関係がだん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 変わっていくっていうのがまあ醍醐味っていうか、それから最強のバディになっていくっていうパターン。まあ確かにそのこのトラを中に入れたのがナルトっていう感じはしますよね。その九尾の狐を、そう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 、中に入れて、そのナルトと自分のその、うん、まあまあそう、やばいやつの封印を解くっていうことだから、解いたことによって危険はあるんだけど、うん、新たなる関係性がそこから生まれる可能性があるってことになります。命を狙ってるっていうプラスがあるじゃないですか、うん、こっちはこっちを食わないと本当に解放されないから、でも食えるチャンスがあるんだけど今はまだ食わないでやるかみたいな憎さがねこの関係性にはあるから、そこがたまんない、うん、そのパターンがたまんない、まさにみんなが好きなそうそうそうイチャイチャですよ、そうそうそうっていうのかが、うん、そうだからそのなんかそういうイチャイチャとか
ウェットな感じというか、うん、甘さみたいなのも全部削ぎ落としたのが呪術廻戦になるんですよ。あごめん、お前珍しく冴えたこと言ったな。今次出そうと思ったらこれだから、ね、そうなの来たよ。あこっちね、こっちの関係性、こっちはまあ確かにこれもベタベタななんかその、うん、でもね、天才と秀才話題になりましたよね最近ね。でもこの2人があんなことになっちゃうことで日本中が大騒ぎになるっていうのはやっぱこの関係性があったっていうのがあって、しかも長い、ね、長い付き合い でそれぞれが、まあ、違う、それちょっとずつ違うものの考え方をしててみたいなところから始まっていく呪術廻戦の、まあ、最近ね前の関係性とかこれに近い関係性知ってるから、うん、その物語が早送りで進むみたいに、うん、ここも別にそんな長いことのシーンは連載はしてないけど、うん、ああいうことなんやなってもう一瞬で分からせて、うん、で感動まで持っていけるっていうのが関係性をこう漫画が蓄積してきた歴史のなんか功罪でもありますよねっていう、そうそうそう、で呪術廻戦は本当にこれ以外の関係性がたくさんあって、 それぞれがどうなるのかっていうことで群像劇で行くんで、うん、まあ、あれはまあジャンプメソッドだよね。なるほどね。そう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 。でこれもまあこのあとどうなっちゃうんだろうなみたいな爆弾を抱えてるわけじゃないですか、五条と下等の関係っていうのはさ、ずっとさ、うん、名前覚えてあるんですねちゃんと。今ちょっとびっくりした、こっち名前出てこないかなと思った。覚えてきました、さすがですやん。下等です、さすがですやん。うるせえ、やりますやん。下の名前なんですか。次行きましょう。、続いてのすぐるね、すぐる。でこの後どうなっちゃうんだろうっていうで言えば、うん、関係性に何かしらの爆弾があるっていうね、うん、でこれまあスパイモノですよね、まあまあ、だからまあこれはその、うん、もうこの絵面一発で日本の半分の人はあーってなるっていうさ、はいはいはい、っていうくらいパワフルな、これってあのなんていうの、構造が硬すぎるんだよね。え、だからその強すぎるこの構造が、ほう、そのつまりスパイとして現れて、うん、でこの家族のために、うん、あの働いてるけなげな美晴と、うん、開始伝はなかなか心開かないと、うん、っていうキャラクターが あってのこの2人の関係性っていう出会いがあってって、うん、だけど、実はスパイだったとかいう云々みたいなのがあって、この2人最終的にうまくいかないんじゃないかみたいなことがまあ入ってるっていうことで、まあまあまあそのまあまあまあ、そのあんまりうまくいかないだろうなっていうのはね、潜り込んじゃってる時点で、ね、うん、そうあのヒヤヒヤします、あの見つかったら大変だっていうことでの爆弾なんだけど、みたいなさんなん、まあ、あるっていうことです、うん、で この例ですごく分かりやすいのが、まあ、みんなが好きなの関係性っていうのは、まあ、あのイチャイチャの関係プラス不安爆弾が何かしらあるわけです。ほうほうほう。つまりこの2人、今はイチャイチャしてるけど、うん、いずれ大変なことになるんじゃないか、うん、というような不安要素がどっかで入ってくる、まあ、次元爆弾みたいなのがある、この次元爆弾が、うん、だからそれ一番分かりやすいのが、うん、もしいきなりシェイクスピアの話しちゃいますけど、もうロミジュリが完全にそうで、ロミオとジュリエットはそもそもが結ばれないその敵国の関係の中にあって、うん、でそれこれがウエストサイドストーリーになるわけですよね、うん、ここでもう最初に2人が出会っちゃって愛し合っちゃってイチャイチャすればするほど、うん、この2人は別れなければいけないんだっていう、はいはい、次元爆弾がスイッチが稼働するという、うんうん、まあだからこれはもうその鉄板中の鉄板ですね、うん、これはだからまあみんなそのまあ夢中になるわけですよね、うん、終わりが見えてる関係性、じゃあどうすんの、うん、作者はどうしたらいいのって設定としてありっていう、うん、であともう一つシェイクスピアで言えばハムレット、はいはいはい、これはあれですよね、あのこのラファエロ全般のさオフィリアさ、うん、やたらとこの絵の話さ絵出るじゃん、うん、だけどこれなんでこの方こうなってるかって話しないよね。まあそれはまあなんつうんだろう、基礎教養なんじゃないですか向こうの方たちの、うん、でこのハムレットのやっぱりその物語の強さっていうのはやっぱりその関係性がすごく大きくって、その父の敵だと思って殺した相手が自分の恋人のお父さんだったってことじゃんこれって、うん、ハムレットってその悲劇だよね、うん、でそのショックで呪術自殺するオフィリアっていうのがあっての展開っていうのがあるんで、まあ、それぞれの立ち位置が悲劇性を含んでて、うん、でそれがその些細なことから悲劇が悲劇を生んでいって、うん、絶望にまで至るっていうハムレットの容赦ない悲劇、絶望劇っていうのが、まあ、四大悲劇の一つですからね。そうそう、でこれはだから本当あのなんか俺はシェイクスピアのその構造に関しては容赦なくみんなパクったらいいんじゃないかなと思うくらい強いなと
強いなと思います ね、 うすね、うん、根幹の部分がちゃんとね設定されてますもんね、愛憎の基本の部分というかね、まあ、どの物語でも、うん、ですね、セリフも面白いしね、面白い、まあ、役にもよるけど、生きるべきか死ぬべきか、あ、To be or not to be でしょ、そうそうそう、みんなが言いたくなるっていう、うん、その天寺へ行けってそうね、うん、天寺っていう天寺って天寺って言うんだこの、あの、ね、世界観で天寺って出てくる違和感とかがや、あの翻訳だと思う、でもさ、これさ、来週さ V ガンダムするじゃん、やりますね、やるじゃん、皆殺しの富野じゃん、あ、じゃあさ、皆殺し、俺さ、今日さ、今日さずっとさ皆殺しの富野見てたわけ、 V ガンダムね、うん、V ガンダム、辛い、辛いっすよ、でもめちゃくちゃシェイクスピアっぽいよなとも言えるよね、あ、ああ次から次へと何かの掛け違いで、うん、よっしゃいいのにそこに来ちゃったとか、そう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 、なんか些細なことなんですよね、シャクティ余計なことすんなみたいな、そうそうそう、あれ余計なことすんなメソッドあるじゃん、まあ、富野さんもさ、まあ、 まあ、まあまあ、そんなんも、まあ、そのたくさんシェイクスピアから来てるよなっていうのは思いますね、うん、はい、あとね、しつこいけど、はい、しつこいけど軽音、いや、これ軽音見てないから、軽音さ、だから俺これダロメオンから言われてうまいなと思ったんだよね、何が、え、一人だけ下級生なんだよ、はい、この中にいる、え、でこれが設定されてるんだよ、そうだった、そうで、卒業に向かって、この前の子が、この子、アズニア、え、前の子じゃなくて、そう、え、この右側の子が、この子が、そうですよ、ね、こいつが下級生なんだよ、ね、そうそうそうだよ、ね、どういうこと、そうだよね、誰、間違えてる、せやでって言ってる、そうそうそう、アズニア、そうだから、これゼロ年代にその慶応に殴られた人たちは、うん、そのアズニアはペロペロだけじゃなくて、アズニア、アズニア、みんな知ってるよそのアズニアその世代は知ってるよ、ビバンは知らんけど、慶応は知ってるんですね、じゃあ違い、それはダロメオンがいたからだけど、はいはいはい、下ネタ、え、じゃあ俺、ま、俺下ネタですか、下ネタじゃ、まあそうでしょうねそれで、それで、それで、それで設定として最初に同級生じゃないっていうところで、うん、うまいだねっていうさ、つまり教えてくださいって来るから設定を説明しやすいってこと、違うよ、卒業してみんないなくなるんだよ、え、だからその一人だけ残っちゃうんだよ、軽音の、そこ同じバンドやってんのに、そうだから、それを寂しい、それをみんな分かってんだけど言わないわけ、あら、だって分かってるもん、ね、だからそれって関係性が、なるほどね、卒業という爆弾なんだね、さよなら爆弾になってるわけ、あらららら、そうすると何気ない日常の一瞬一瞬が切ないわけだよ、それを丁寧に京アニがワンバッグ作ってたから、2週目読むときずっと来るやつや、あ、そう、これ、あ、こうなる、あずにあんだけ、あん時、あん時、あん時みかん食ってる、指ずつさして、2週目やばいよ、そうそうそう、そんなどうでもいい話が尊いものになってしまうのは、その設定によってできてたりする、そうか、うん、どうなるの、それみんな卒業しちゃっても後輩入ってくるんじゃないの、え、この、あ、下級生は一人しかいないの、え、そう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 、部活には、そうそう、そうなの、やば、え、じゃあ軽音部なくなるやん、そう、みんな知ってんやん な、まあ、んな、俺らがいちいち驚かんでいいな、まあ、それで卒業したらもうお前読めよ軽音の話いちいち追うな、見ろよ、ちゃんとアニメで、ほんまや、さあ傑作アニメって言われてる、あとでじゃあ真央に聞きます、うん、俺も誰かに聞きます、ちゅうかもう一、そう、ケンちゃんに聞きます、だから、だってさこのアニメ推してる人怖いよ、本気で愛してるから、この世界を、だからな、中途半端なこと言うと本当に殺されますから気をつけて、中途半端なこと言ってないですよ、全く知りませんって言ってるんです、あ、そうですねいや、それくらい思い、一個も知らん、思いがあるんですよ、皆さんね、そうですよ、ごめんなさい、すいませんでした、はい、気をつけていきましょう、はい、あともう一つ、爆弾ではないんだけど、関係性の中に謎があるっていうのもパターンですね、だからこれスピングドラムの3人ですけど、この3人の関係は、ね、最初兄弟だって出てくんだけど、うん、あれってなってくる、おやおやと、そうで、だんだんこの3人は、血がつながってないんだよみたいなことがだんだん分かれば分かるほど切なくなってくるわけですね、はいはい、だからこれ関係性が謎であるからこそ引っ張れるし切なくなるわけね、うん、っていうこの仕掛けも素晴らしいっていうのがね、まあ、ありましてね、うんうんうん、そう、イクニの話はもうちょっと後でしますけどね、謎の関係ってあれ、うん、謎の人物が出てくるみたいなのもそうですか、足長おじさん誰か分からへんけど、それも関係性じゃなくない、そっか、あれは関係性、関係性の中に謎が入ってるパターン、あー、でもちろん それにプラス物語の中で謎の誰かが出てきて、はい、
ていうさ、すりつぶしてあげましょうみたいな人とかいるじゃん。誰だよお前っていうさ、そう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 、そういうのもあるんだけど、まあとにかく育児作品は多いよね。多いです。謎がもうとにかく謎で引っ張っていくっていう、であの人は関係性の中も謎でやっていくっていうやつですね。あともう一つ同じ時期のこの窓かマギカも実はこの二人の関係謎ですよね。そうですよ。まあ最終的にはね謎だったなとは思いますよ。なんかよく分かんなかったし、いやいやこれだってループして何度もあなたを助けるっていう最後にその泣きが入ってくるわけ。そうすると、あの時も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 って最後に2週目泣けるやつや、もうこの時点でこの顔しとるやないかっていうね。ではもうまた無垢に何も知らん顔して窓かが現れてっていうところからまた始まるけど、大村は実はっていうところで皆さん泣いてて、これもうだから同時期にね忘れられない作品になるわけですよ。それはこの関係性が謎だからなんだよね。で最後にあんなことにっていうなるっていうことで、まあそれで語り継がれちゃうよねつって、両方ともゼロ年代のまあ終わりのアニメでした。また映画やるんやん。はいはいはい、またやるの。え、あ、窓マギって書いてある人がいる本当かは知らない、調べてません。またやるって言えばさ、なんか新ヤマトやるんじゃないかって噂立ってたね。またヤマトやるの。いや、じゃ新ヤマトだから、ああ、庵野さん、庵野ヤマトになる可能性があるの。それは見たいですね。それはでもで今のところ分かんないですよね。デマかもしれないですけどね、でもなんかそれは話題にはなる。新窓マギがやったらいいのに、庵野さん。それ言うんだったら直しかだろう。なんで窓マギやんの。めちゃめちゃ面白いけどね。あのどういう解釈でやるんだろうなと。新ドラゴンボールとかやってほしいけどな。え、安藤さんドラゴンボールやんのって一番衝撃ちゃいます。それはまあそうね、見たいね。見たい。ドラゴンボールっていうか、そういうことじゃん。仮面ライダーだったら想像つくじゃん。そうそう、つくつく。でもドラゴンボールだったら想像つかないもんな。マジで分からへん。うん、どういうの、亀仙人がそんなことにとかでちょっとね思いたくない。それと新食ってる新筋肉マン、亀仙人が食ってる。なんでやねん。何をご飯ちゃう、ご飯食べてはったし、あの人絶対そのシーン入るの。普通に食ってるの。普通に食ってる。いやいや分かんないけど、そうだな、はい、あ、使徒のようにな、使徒のように、そう、サイヤ人が現れたりとか、なんとか人が現れたりとかするっていうのが、そうだな、ね、新筋肉マンって新筋肉マンって何の。新筋肉マンを安野さんが作ったとして、作ったとして、そう、はい、だから本マスク取ると筋肉マンがついに素顔が見えたら安野さんやったっていう、うんうんうん、それ全然思わない。お前どうしたんや。何を言ってるんや、ね、何周もして大学の頃の安野さんに戻るパターン、それ筋肉マンでやるの。筋肉マンがで、そしたらウルトラ、いや、そしたらだってあれ、筋肉マンってさ、ウルトラマンのパロディ漫画からスタートしてるじゃん。そうだから年齢一緒なんですよ。そうだよ、新ウルトラマン、あ、じゃあ帰ってきてウルトラマンをあの安野さんやってるから、うん、帰ってきた筋肉マン、実は庵野秀明はゆで卵だったっつって、これ切り抜かれたらやだな俺。断言してサムネでっかく安藤秀明はゆで卵だとか言って俺が断言してる。いやむっちゃ恥ずかしいやん。恥ずかしいな。キムガン取ってください、うん、まあ、いい話はありそうですけど、まあ、北斗の拳もやりますね、またね。まあいいか、やるやつは。北斗の拳もやるって聞いた俺。あ、そうなんだ。あの安藤さん関係ないけどね、うん、でもな、もう話戻しましょう。はいはい、でそれで先ほど言ってた、まあ関係性から物語始めていくって言って、うん、まず一人ぼっちから始まるパターンについてのちょっとまあ話もしようかなと。一人ぼっちから始まるパターンね。世界に俺は一人ぼっちだっつって始まるパターンで最近のヒット作といえばこれでしょ。ああ、そうだね、うん、まあでも結局すぐ、まあ、バティっていうかそんなに対話してないよね。でもだその1話でお前しかいないって言って、ね、うん、まあ、ポチタとデンジの関係ところから始まるん で、うん、でしかもこれあれだよね、その一体化するところから始まる物語なんで、まあこの関係性が一歩スタートするところから物語が始まっていくっていうやつですよね。でこのなんか同化していくっていうパターンも、まあ、たくさんありますね。ど根性ガエル、え、ど根性ガエルはまあそう、ど根性ガエルも寄生獣じゃない、寄生獣もそうだし、ウルトラマンもそうでしょ。ウルトラマンも、まあ、そう、中入ってるわ。まあそうか、そうか、あいつが死ぬんやもん。そう、ね、そう、あれもそうだよ。だから、うん、ダンもそうだしね、セブンもそうだしね。だから何かが自分の中に入ってくるっていうところからスタートするって言って、はいはい、っていう、まあ、その宇宙人との関係性みたいなところから始まるっていうのと、あと、まあ、ね、古典ですけどドロロなんかは完全に一人ぼっちのところから泥棒の、これ、まあ、少女ですけどね、本当はね、
ドロロっていうのと出会って百鬼丸がここでスタートしていくっていう、これまあそのバディが始まる ところからで、しかもこれあの百鬼丸の持っている刀を狙っている泥棒だからね、で泥棒でドロロだからね、でこの2人のだからまあちょっと利害関係ありそうなんだけど、実は兄貴のことが好きなんで俺はって言ってついてくる、で途中でそれが女の子だって分かるっていうまあ流れがあるんですけどね、ドロロってね。でもそうしたら別に1人から始まるっつってもすぐバディになっちゃうじゃん。そうだ、たった1人のまんまずっと行くっていうパターンの話っていうのはほとんどないよね。でもバディにならへんくても1人メインっていう、ほらみなしごハッチとかさ、母を訪ねて三千里みたいなのはあるじゃないですか。あ、ちょっと違う。いやいや、まあ、いろんな場面場面でバディはいるけど、母を訪ねてのあのマルコもさ、コなんかいるよね。あれバディって捉える、アライグマみたいな、アライグマではない、猿な、アライグマじゃない、猿じゃない、猿か、えアメデオ、アメデオだっけ、アメデオっていう方名前の猿、うん、猿がおるやん、猿を連れてる、まあ、バディか、うん、そうバディなんちゃう、うん、で結局単体で動かないってことなんだよ、まあ、そうやね、単体でそれ探しましょう、単体で行く人、単体だけで完結した、あのね、誰も出てこない、アンマンですらいるからね、バディがね、女性の、あの中堅八甲物語とか、うん、犬がずっと一人で追いかけてます渋谷の駅前でずっと待っている孤独な犬の、犬がずっと飼い主を探すって話やから、飼い主との関係性はそうやけど、ゴルゴ、ゴルゴさん、その時々でバディはいる、俺ちゃんと読んでないから分かんないけど、ずっと一人バディいるっけ、いやゴルゴとバディはいいけど、あんまり出てこないね、見たことない、てかそっちの方がやっぱ レアというか、レアだよ、孤独のグルメとかあるけど、確かにそうね、よくそれで書けるんだと、でもそれ孤独のグルメはもうほんまその一人飯がテーマやから、そう、うん、ゴルゴも逆にバディ出てきたら困るよ、ね、飯がバディやからな、あそうだよ、うまいこと言うね、人じゃなくても、ね、人じゃなくてもええやん、冴えてるね、だからそのバディしまくぞバディ邪魔ってことでしょ、あれバディが邪魔ですよね、そうそうそう、その飯だけみたいし、もうだから煩わしいな、もう人間関係煩わしいなと思ってるおっさんたちが読むやつだもんな、あれ、うん、言い方こういうのもいいなって、そう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 、こういうのもあるのか、ザトウイチとかもバディじゃないけど関係性できるもんね、その関係性できひんやつなんてないよな、できひんやつっていうのはな、まあね、そうだね、うん、そうだね、北斗の拳もまあ一人で来て、そうだし、シンとユリアの関係があるからね、ユリアで誰かと、そう一話で誰か全然似てない、びっくりするわ誰かと一話で出会ってから始まるっていうんで、ね、まあ最近だとボッジザロックなんか完全そうでさ、これだからさ、そのバディと出会うというよりは仲間と出会うって言ってさ、そうね、っていう、もうこれはだからもう鉄板の物語の作り方をさやってんだけどさ、でもこの人家族いるんだよね、実はね、はいはい、はい、うん、家族仲いいし、うんうん、だけどね、だけど、まあ、このみんなと出会うことによって外に出ることができるよっていう、うん、で、まあ、何かが始まりますよっていう、うん、このこうやって、パーティーを組んでいくっていう、まあ、RPG 的なやつっていうのは、うん、もうその昔の古典の一つのパターンで、これも使えるからやったらいいんじゃないのって、このパターンね、それで有名なのがもう未だに言われてる蒼天航路もそうですよね、小野さんね、蒼天航路はそうじゃなくて、蒼天航路って必ず秘書みたいな人ついてんじゃん、純肉とか、そう必ずセットじゃん、だからさ、すげえ武将とそれを支える知的なあの、まあ、いっぱいいますしね、そういう意味ではまあ、うん、でもまあこれそれは三国志だからいっぱいキャラ出てくるしね、三国志もだからそれぞれ関係性のあるそれぞれの国の話、まあそうですね、そう、うん、でそこで その、まあ、一番伝わる劉備が分かりやすいじゃん、うん、そうですね、あの演技の方にしちゃうとそうですね、関羽ね、関羽と張飛ね、うん、それがそれぞれ の、まあ、その魅力的なキャラクターでそれぞれの関係性があるから、蒼天航路の、まあ、関係性っていうのも見事だなと思いますね、うんうんうん、どの国見てもよくできてるなっていう、そうですね、うん、そういえばそうですね、そうだと思わない、うんうん、で諸葛孔明出てくるじゃん、うん、あそこからもうまたちょっと変な関係性じゃん、だそれまでなんか人情みたいなのが超能力者みたいなのがいきなり現れて、そうでもあるわね、違う次元に話が入ってくる、だけどその人たちの親子関係みたいなのも出てくるみたいなさ、あそっち行くんだみたいになるじゃん、あ親子あなってくよね、最後の方がね、親子関係とかまあ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 、うん、ちょっと想定の話長くなるんで、そう、うん、そうですね、気をつけましょう、うん、はいはい、あとあの最勇気はやっぱりその、うん、何こいつたった一人だった孫悟空が、うん、お師匠さんと出会うことによってパーティー組んでいくって、これはもう RPG の超原型みたいな感じ、うんうん、あれもこれもこれを真似してますみたいなさ、うん、西遊記ってだから、うん、本当にすごいよな、なんかすごい、うん、これって
どう日本だけなのこれは。何が？は？西遊記ってさ、うん、なんか中国でもね映画になってるよね。そんなポピュラーな話なのこれ。だよね。そうだよ。あ、そうなんだ。そう。聖天大聖これすごい話だなと思う。その本当に、うん、本当にすごい。いや、アイデアすごないですか。石に閉じ込められてる猿がいて、うん、天界で大暴れして言って、そうそうそう、それだからさ、封印を解くパターンなの。さ、牛と虎と一緒でさ、そうそうそう、封印を解かれた、そう何でも猿が出てきて、その猿の封印をするって言ってこう輪っかつけて、お師匠様が、うん、っていうところから始まって、うんうん、しかもなんかあの天竺にねお経をもらいに行くっていう目標があるっていうか目的があるっていう、アイデアやばすぎます。それでロードムービーでしょ、うん、できすぎだよなこれ。ずっと調子乗ってるこの猿は。猿は調子に乗ってる、ずっと調子に乗っててさ、乗ってるけど、どんだけ飛んでもお百さんの手のひらの中やとか、うん、あのアイデアもさ、ミクロからマクロにっていう視点の切り替えとかさ、そうすごいアイデアむちゃくちゃ入ってますよねこれね、うん、あとなんだろうな、そのアイテムの使い方とか魔法の使い方とかも後々にすごく影響を受けてるとか、分身の術とか如意棒とか均等運とか、うわーってこれ全部使えるよっていうやつが満載だよ、ね、髪の毛こう取ってフーってやったら分身するやじゃないですか、うん、むちゃくちゃパクってますもんね、いろんな漫画とかで。そう、そこら辺結構あるよ。髪の毛引っ張ったら妖術使いがフーってやったら分身できるみたいなやつ、うん、結構あるよ。そう、俺それの思ってたんよ、コメントだったけど、その豚やん、うん、猿豚っつってカッパやん、うん、これカッパってあっちにもおったんかね。いやいるんじゃない、これ勝手に改変したんちゃうのと思って。いろんなバージョンはあるかもね。別の妖怪が日本やとか、でも中国の妖怪もすごい魅力的な妖怪いっぱいいるからね、うんうん、でしかもこれあの魔物がいる世界じゃん、世界観じゃん、うんうん、だから妖怪と戦うじゃん、うん、だからまあ妖怪が仲間でも全然間違いないし、こいつらも基本的に妖怪みたいなもんじゃん、汎用のものだよね、うん、だからさ、汎用のものってさ、まあ、ある意味煩悩にまみれてるんだよね、うん、こいつらね、うん、その煩悩にまみれてるものがいいことしなきゃいけなくなっちゃって一緒にいるっていうところがまあうまいっていうか、その関係性で結局お師匠様のために戦うことになるっていうところでちょっと泣けるっていうね、うん、うん、っていうことなんで。確かにちゃんと読んだことないから一回読んでみようかな、西遊記。俺読んだ気がする、ちっちゃい頃。なんかその、うん、すっごい面白かった原作も。最初の俺西遊記の記憶がだからもうなんか人形劇とかやったもんね、うん、それ丁寧にやってあるやんな、うん、でもあのあとドラえもん、トベソン悟空だろ。えだっけ、えあとかあれでしょ、あの、あの、まあ、でもそれがでもこうドリフターズ、ドラゴンボールになってさ、ドラゴンボールになりますよね、うん、それも手塚先生も書いてるからね、悟空の大冒険。あ、そうなの。まんま悟空の大冒険だって西遊記書いてるし、ね、へえ、うん、だから迷ったら西遊記をなんかバージョン変えるみたいなのあるんだと思う、ね、いろんな人がやってるよね、うんうん、ちょうど俺が、うん、高校ぐらいから、うん、あの日本版の西遊記が出たんですよ、あの BL っぽいやつが、うん、ね、最も遊ぶ西遊記が、ね、はいはい、ありましたな。三蔵法師とかが銃使うんですよ、うん、それがアニメでやってて、はいはい、なんじゃこれと思ってずっと見てたんだよね。香取慎吾の西遊記もありましたしね、いろいろありましたね、西遊記いっぱいありますね。だから迷ったらもう一回西遊記やってみて、西遊記書いちゃえよ、迷ったら西遊記書いちゃえよって、うんうん、そしたらもう話が動くからっていうね、話がありますよね。なんかを取りに行くって話、はいはいはい、あとね、俺この話やっぱ したいのね。どの話でしょう。こちらです、今、絶賛六本木でやってます、来たよブラックジャックの、あの人出るやん、先ほど最初言いましたけど、この人のその、キャラクターっていうのはいろんな人の関係性の中で見せていくっていうさ、うん、そう、これが実によくできてる、うんうん、で、まあ、一番分かりやすいのがバディであるピノコとライバルであるキリコっていう、うん、ピノコとキリコの非常にシンプルなんだけど、うん、めちゃくちゃ奥が深い関係性っていうのがやっぱあって、で、ね、特にこの、あの、絶対に命は、まあ、その助けるんだっていう、ていうブラックジャックに対して、うん、そんな人間はそんなにその無理させる、大したもんじゃないよと、死ぬっていうことは自然のことなんだっつって安楽死をさせるキリコっていう、このその医者にの中にある思想対決っていうのをキャラクターでぶつけていく、この2人が協力して手術するシーンとかあるんだよ、あったあったあった、泣ける。だからそのお互いのものの考え方を超えて頑張るっていうのがあったりとかするの、泣けるよな、いちいちな、泣ける、うん、夢などっち派だった、
どっち派っていうかすごいことやなと思ったよ。だってあの時期安楽死とかってあんまり言葉、俺が読んでた時期小学校の頃安楽死なんていう言葉もほぼ浸透してなかったし俺も知らんかったし、うん、こっちはこっちでそれでも人を救い続けるとかなんか上と下でやってたじゃないですか有名なシーン、はいはい、そうあそことか医者とは一体何そうなんだとか、うん、あれとかもうなんてすごいことやってるんだと思ってシンプルやん、うん、こっちの思想こっちの思想シンプルだけど強いだから強いでそれがぶつかるってテーマが掘ることができる、うん、でこれどっちかしかいなかったらどっちかの言い分だけを言い続ける、うん、そういう漫画家いるんだよ結構、うんうんうん、お前の主張だろうっていう作者の主張だけ言ってんなって違うんだよ、うん、ここで描かれてるのは作者の迷いなんだよね、うん、あなるほど作者自身がそれでいいんだろうかって思ってるっていう、うんうんだまあ、昨日、ね、NHK でやってましたけどね手塚先生はだからブラックジャックのことをあの人ずっと悩んでるんだって言ってあそれは手塚先生自身でもあるっていう手塚先生ずっと悩んでたっていうことなんだよね。はあ、面白いな、うん。なかなかこれあの見えるようで見えなくないですか？あの作ってる時に、まあブラックジャックっていうの自体が強力なキャラクターとしてその対立概念を置こうって思った時に、うん、すぐそばにあるじゃないですか。うん、安楽死とか、うん、あの敵対概念っていうのが、うんうん、でもこう書いてたらここが見えないんで、うん、ここを見つけられるっていうのすごいなと思うんですよ。わ、うん、かりますかね、うん、この感覚、うん。だからシンプルだから強いみたいなことが成立するんやと思って、うん、まあ当たり前やん。それはそうなるよねっていう。ようにしか見えへんけど、うん、でもここを見つけられるのってロジックじゃなかなかできないというか、うん、今日レイさんの話聞いて家でじゃあやろうかって言っても聞いててもここにあるものが見えなかったりするのが怖いですよね。だからでもこのこれを知識として知っとくのはすごい大事な感じはします、ね、だからねこれね、反対する性質っていうかね、うん、その反対側の性質っていうのをその意識するだけでキャラクター立つんだよね、うんうんうん、だ例えばその絶対に命を救うキャラクターを作ったら、うん、そんなもんじゃないんじゃないのっていうキャラクターを反対側のやつを置くっていうことを基本にしとくと物語は深くなる、うんうんうん、テーマを掘り下げられるっていうことなんだ。なんか何が何でも助けますってだけの話だとすごく浅いものになっちゃいますよっていうことなんだよね。でところが共通する性質もどっかにあるんだよ。なんで医者やってんだみたいなところとか、うんうん、そういうところのこの反対の性質と共通する性質っていうのを両方とも兼ね備えたその関係性っていうところであのまあ面白さ生まれてくるとかもどんどん思います。あとまあピノコなんだけどね、うん、これが実はその命は尊いものだから何が何でも助けるんだっていう命に対する執着、うん、でなんでかというとさブラックジャック自身がさ死にかけてんだよね、うん、体がバラバラになったのを大間先生に助けあの繋いでもらって、うん、でしかもあれだよねあの彼のその顔の半分は黒人の少年からもらっている、うん、あの皮にその、はいはい、でこうなってるわけで自分のその命っていうのはいろんなものから助けられた非常に貴重なものなんだっていうことの意識があると、うん、それでピノコってキャラクターは何かっていうとそれが恐ろしいんだけどそう、ねあのね、この人奇形の種なんだよね、うん、つまりあの双子が妊娠して一人は生まれるだけど一人はパーツがバラバラになって生まれることができないでだけどブラックジャックにとってはそっちだって人間だろっていうことでそのバラバラになった人間の臓器を一つの人間に人形の型作ってそれで、人間にしてしまうキャラクターを自分で生むんだよね。命を作るんでこれがイコール手塚先生のやっていた仕事そのものなんだよね。確かに人形を作るそれを人間にして命を与えていくでこれがアニメの仕事でもあるわけ、ねえねえ そうですね、そういった手塚先生の背後にあるんだけど、うん、何しろそのブラックジャックが命が大事だっていうことの象徴でピノコなんだよね、うんうんうん、でそんな風にして生まれたキャラクターだから成長しない大人にならないこれは、描いた漫画のキャラクターも現実になかなか大人にならない、うん、その描かれた絵はまあ、もちろん物語続けていけば大人にすることができるんだけど、うんまあ、そこと重なってるってところもあって、うんまあ、そんなこんなで、まあ、いちいちこのブラックジャックっていうのはもう関係性の中でどんどん深くしていくっていうのが面白いなっていう、うん、ありますね、まあ、でもこのブラックジャックをなんかテキストにしちゃうと、うんうん、俺ちょっとあのエキセントリックすぎません？あ、そう。そのアイデアがよその普通にあれしてたら考えつかないじゃん、うんそうね、このそのまあそのでも最初ピノコいなかった医者っていうあのバックボーンがあるからこそ生まれたキャラクターだと思うけど、うん、なんかそのつぎはぎの男と
その何そのね、うん、人間のパーツを組み合わせて作りましたみたいな、うん、バディの少女の、うん、なんて ドタバタと、うん、深刻多分ねこのねピノコに関してはね、うん、あのね江戸川乱歩とかね、うん、あの辺のねその明治から昭和にかけてのその驚しい文学あたりの、うん、あと70年代だからオカルトがあったし、うん、っていうのとあの医学の世界で外科医とかやってるとそこに現実にグロテスクな何かがあるっていうそれは美しいと思っていた感覚みたいなものっていうのが、うんまあ、一緒になってとか、ね、出てきたんじゃないかなと思いますよね。あとこの髪型は明らかにあのディズニーのクルエラ101匹ワンちゃんのクルエラから来てんだろうなと思いますよ。クルエラクルエラって言ってあの101匹ワンちゃんの、うん、あのアニメに出てくる悪女がいるじゃないですか。あれクルエラっていうの？あれクルエラで、あれ単独で映画にもなれましたけど、あれって犬をささらって毛皮にしちゃうっていう悪い女じゃん、うん、で悪い女 でそのキャラクターが髪の毛が黒と白なんで、はいはいはい、まんまそこから撮ってる。へ、うん、あとはそのこの黒装束っていうのはその当時流行ってた殺し屋の、うんまあそうでしょうね。パッっていうのまあいくつかでそんなこんなをそのいろいろ組み合わせて今度作ってるっていうのがまあブラックショー、うん、確かにでもねでだけどねこれがすごい誰も真似できないとか言うかもしんないけど、うん、鬼滅の刃だってすごくない？なんで？だって鬼になりかかった妹だよ。鬼、うん、まだ鬼じゃないんだよ。鬼になりかかってるから猿ぐさみたいにしてで光の当たらないところに箱に入れて運ぶっていうさすごい発想だと思わない？でもあの汎用みたいな感じじゃんそれって、うん、だからそこのアイデアは結構あるんですよね。いろいろある、うん、その東京グールもそうだし、うん、そのねなんかこのグワッと自分の自我とそのあのヴァンパイア的な、うん、グール的な、うん、アムズとかもちょっと近いしな。そう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 なんかそこはまあまあまあそうかなとは思うけど、もう近年ではすごい俺いやでも妹はその箱に入れて運ぶっていう、俺そっちより炭治郎のキャラの方がすごいと思いますよ、うん、あんな純粋まっすぐあの全部説明しちゃうくん俺かあんなの考えられないもん。あれは偶然だよねあれはだからさそのさその後藤家さんっていうさ、うん、そのさ少女漫画を描く気質の人が少年漫画で描いた時に、うん、その炭治郎の内面告白っていうのを全部喋っちゃうっていうキャラクターになった。男の子はそこまで喋んないからね。でもそれよりあの柱たちの造形の方がやっぱすごいなと思う。柱たちは多分女性にとっての理想の男たちをずらって並べてるように俺は見えるけどね。マジ、うん、だって頼もしいじゃんみんな柱たちが。まあね、だからさ核あってほしいって思っている女性の気持ちっていうのをすごく感じるんだ。いやその中であの恋柱いるじゃん、うん、はい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 、みつるちゃんみつるちゃん、うん、みつり甘露寺みつるだ、甘露寺みつるとあの蛇のさ、うんうん、あいつが、うん、あのなんかちょっとあの恋仲みたいな感じなんですよ、うん、そうです、ね、そこくっつけんだと思って。あそれびっくりしたね。あれもね蛇柱でもさその関係性もさ、うん、なかなかエロチックじゃない、うん、いやエロチックっていうかよくこれでいくっだってグニャグニャになる刀使う女の子でさ、うん、巨乳の女の子でさ、うん、で相手がヘビでしょ身体操のね、うん、もう、まあ、エロスでしかないじゃん。おやおや俺さ多分さそのおやおや俺さあれ鬼滅の刃でさ、うん、恋愛とかさ、うん、性愛みたいなものをさこう封じてるじゃん、うん、基本的にさ、うん、だからこそさ抑圧された部分がさあのキャラクターの関係性に出てるんだと思うよ。抑圧してないけどあの衣装はでもあれってさ、まあ、でも蛇柱とね女性の持ってる女性性の肯定だと思うの。はいはいはい、甘露寺さんって、うん、だってさ それの何が悪いのって思ってる女性が一定数いるんだよ、うん、だからそういったものを売りにするのはおかしいでしょっていう人に対するアンチテーゼとしてあのキャラクターいるんだと思うのね、うん、でそういう気持ちに乗れる女性の読者はたくさんいるんだと思うの甘露寺さんのファンって。だまあ女恋をする女っていうことを全面肯定しよう、うん、で、うん、受けが罪を象徴する蛇っていうさ、うん、憎いねっていうさ、まあ、多分元ネタがあるんだと思うんですけど。ありますか、ね、あるんじゃないかなっていう。蛇柱、まあ、分かりやすいじゃんとても、うん、蛇がそれを受けるっていうのがさ蛇が、ね、まあまあまあちょっとそうねキリスト教的にも
ね、そういうだ だし、あの聖なるものの使いでもあるわけで、両方の面があるじゃない。日本だとね、神様のね使いであるし、だけど、まあ、アダムとイブではっていうものもあるし、まあ、っていうところで、うん、あれ持ってきたんだっていうようにも解釈できる。どこまで考えてらっしゃるのか分かりませんけれども、いやでもね、そのあの、うん、鬼滅はあっちこっちにそういったさ関係性の仕掛けがたくさんある、うん、まあ、そりゃヒットするよなっていう感じはしますよね、はいはい。あと先ほど言ってた関係性が変化するっていう話あるじゃん、その、ワトさんの話、はいはい、で関係性が であのこの前言ってた また梶原の話になるけど、うん、この関係性ってさ変化するから面白いんだよね。変化するから面白いっていうか、まあそうなんでしょうね。一貫して星一徹は星ヒューマを男にしようとしてんだよ、うん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 、で男にするために最初は、寄り添い応援するんだけど、途中から敵に回っていくっていう関係性になっていくっていうことだよね、うんうん、虐待ですけどね完全な虐待です。虐待、今だと虐待なんだけど、まあ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 、通報されますこれ、うんうん、だけどっていうことの関係性、はい、これも分かりやすくって、うん、でもだから途中からその関係性が変化していくっていうのもパターンとしてすごいありかなと。星ヒューマは結局最終的に幸せやったんですかね。いやいや、もう破滅してますからね。最悪やないか、うん、最悪ですよ、うん、でもつかあれがいわゆる悲劇のカタルシスなんだよ。十字架背負っちゃってんで、ね、そこでその自分はそこまでやれないけど限界まで行ったらどうなんだって思いながらハラハラして星ヒューマを見てた人はそこで何かしら、うん、俺の代わりにやってくれたなっていう、ジョーもそうだけど、うん、っていう梶原イズムはそういうところあるんだと思う。そこがまたえぐいしすごいですよね、うん、なかなかそれ思いつかないな、うん、それくらいどんどんその社会が複雑になっていくと完全燃焼できなくなってくる。だからもう逆らうこともできない、しょうがない、いろいろ抱えちゃって言いたいことも言えなくなってくっていう中で代わりに暴れてほしいと、燃え尽きてほしいと思う、なるほどっていうのはあるんじゃないですかね。そろそろもうあやべあれなんですけども、この後ね、そのね基本バリエーションの話もしますし、もちろんこういう話もしますから、ブルースなブラザーズの話とかもしますし、もちろんあのいろいろこの後もあるんですけど、とりあえずこっから限定っていうことで。わかりました、はい。まあ、とにかくこの関係性をに着目した方が話っていうのは、その話の流れをいきなり考えるよりも関係性を深めていった方が自然と話が動き出すよっていうことですよね。今考えてるアイディアがあるじゃん、うん、でアイディアに関係性っていう角度を入れてくる、うんうん、そうするとこのキャラクターとこのキャラクターが関係性で緊張感があって面白いとか、うん、もしくはここは謎にするとか、うん、もしくはこいつとは真逆のやつを置くとか、うんっていう風なやり方で、うん、漫画がそのニッチもサッチもいかない状態から一歩進むで、うん、これ結構重要な。それでその関係性がアンバランスさを生むわけ、うん、不安になるんだよ、うん、それはイコール次どうなっちゃうかわからない、作者もわからないし読者もわからないっていうと買っちゃうわけですよ、うん、次どうなんのって、次の巻どうなっちゃうのって、これが漫画の来週の俺に聞いてくれる、ね、来週そう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 、うん、だから次を読ませるっていうさ、離脱させないっていうのが漫画のすごいその重要な部分であるんで、うん、それはまあ行き着くところ関係性のことはすごく重要だなということで、今回はちょっとそういう話を、あこの後さらに深め、確かにサザエさんはどうなんですか、あその話も出てきます、はい、やるね桜、はい、今のコメント、はいはい、いやいやいやはい、ということで、そうなんです、その話、はい、あと一個、ちょっとお知らせがあるんですけど、先週ちょっと言いましたけど、おやおや、FM ナック5っていうところで15日の深夜1時から、私出ます。15日明日、はい、明日の夜中に出ますね、そこでちょっとした、サプライズもありますんで、あれ今日14でいいやんな、はい、明日やんね、そうです、明日の今日日付変わって1時じゃなくて日曜日の夜中って考えてください。じゃあ月曜日の朝1時ってことですか。そういうことです。そうやな、はい、じゃあ分かる。でもなんか深夜1時っていうことだし、うんうん、はい、そこでまあその25時、新たなるプロジェクトがちょっとスタートするので、よかったら、こちらもよろしくお願いします。さすがやね、ま、また仕事増やしてこれ、ほんまやね、あでもねそんなに長くはやらないのでカロオ、はい、はい、ということで、はい、そして来週はなんとお待たせしました、あそうですね、ガンダムとVVV ビクトリーですよ、もうそっちじゃないんやガンダムの年にすると言いながら延々ガンダムやってなかったですけどやりますね、やります、やります、30周年ということで、ビクトリーガンダム、機動戦士ガンダム、ビクトリーガンダムですね、
宇宙世紀史上最も鬱で最も残酷で最も辛いと言われている地獄のようなガンダムについてもう掘っていこうかなと思ってます、うん、はい、だからみんな見た人は忘れられないのね。まあしょうがないですね。ウッソのこともカテジナさんのことも忘れられないんでしょう。やっぱカテジナとシャクティでしょうね。そうですね。あとあのオカン、ああもうオカンのあの下りはもういろんなことがね、もう今もうほら戦争もね、うん、あるし、その統一教会のあれだとかもあるし、うん、もうなんかいろんなことが30年前の作品でもうすでに、ね、もう予言されてたかのように、うん、っていうのを含めてやってますよね。で前半後半に分けますで、ちょっと前半というか2回やらないと無理ってことだね。無理です。どこまでいけるかどうか分かんないけど、はい、ちょっとその、それで、なんだあのそのね、なんビクトリーガンダム、はい、の後に、うん、ブレンパワーとか待ってるでしょ。ブレンパワーとか待ってますね。になるんだよね。それはちょっと10周年記念で撮っておきましょう。 まずは宇宙世紀の最後、宇宙世紀の最後の話はしないとダメだなっていうことで、うん、まあちょっと見たらなかなかの名作だったんでね、あの富野さん自身は見ちゃいけないって言ってますけど、うん、見てみるとなかなかすごい富野が見える。そしてなんかクリエイターが頭おかしくなって壊れていくってどういうことなのかっていうことすごく如実に分かるし、いや富野先輩すごいっすマジでっていう、そういう感じですよ、はい、なので、来週お楽しみにってことです。来週のゲストはなんと来ちゃうよ、某 A 監督が、はい、シャイボーイでしょ噂のシャイボーイでしょ、おいおいいろいろなんかね、あれ、はい、いろいろな事情があるらしいんで、某 A 監督しか言えませんけれども、噂のシャイボーイね、宇宙世紀見届け人が、はい、富野クロニクル、俺がだからそのなんかすげえ間違ったこと言ったらすぐ教えてくれるんで、うん、本当に頼みますよ、はい、それからあの矢野さんのアンケートなんですけど、9周年、うん、あのちょっとオンエアを今月末にしたのでまだ募集しております。矢野さん9周年アンケート締め切り10月22日でございます。よろしくお願いします。あなたの、この9年目の矢野さんで一番面白かった回3つ、選んで投票していただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは後半に行きます。アストロフィスタップ。